ゼフ・フランツ・リッター・フォン・レープは、ドイツの軍人。第二次世界大戦で、軍集団司令官を務めたが、独祖戦の最中にヒトラーと対立して解任された。最終階級は、陸軍元帥。バイエルン王国のランツベルクに生まれる。5歳年下の弟エミールも軍人になり、砲兵大将にまで昇進している。1895年に、バイエルン陸軍に入り、 士官候補生として、第四バイエルン野戦砲兵連隊に配属される。1897年に将位に任官し、砲兵、工兵学校に学ぶ。義和団の乱に際しては、アルフレート・フォン・バルダー税元水率いるドイツ極東、派遣軍の一員として、中国に派遣された。1903年から1907年までミュンヘンに、ある。 バイエルン陸軍大学校に学んで優秀な成績で卒業した。1905年、中尉に昇進。1907年1909年、バイエルン参謀本部付け。1911年、ベルリンのプロイセン参謀本部に転属。大尉に昇進したレープは1912年1914年に、第10バイエルン野戦砲兵連隊で中隊長を務め。 1914年の第一次世界大戦勃発時は、バイエルン第一軍団の参謀将校だった。第一次世界大戦では、第11バイエルン不評師団参謀として様々な戦線に従軍。アウグストフォン・マッケンゼンの指揮下でゴルリッツ・タルノフ、攻勢、プルジェミスル要塞攻略戦、バルカン半島戦線のドナウト化作戦などで、抜群の功を立て、 1916年5月29日に、ゴルリッツ構成中の前年5月2日の功績により、マックス・ヨーゼフ軍事勲章を受章し、同年6月21日には、騎士を名乗ることを許された。同年月少佐に昇進。1917年3月から終戦まで、西部戦線で、ループレヒト大隊軍集団の参謀を務め、当初自席参謀 ついで平坦部長に就任した。戦後のバイマル共和国の軍に残り、国防省兵務局参事、第二軍管区、第七軍管区参謀などを歴任し、1929年に、少々に昇進。1930年から第七軍管区司令官及び、第七師団長を務めた。1933年のアドルフ・ヒトラー政権、樹立後も、 ナチスと距離を置いたものの、ドイツ国防軍での出世は続き、同年10月に第2集団軍司令官に任命され、翌年1月1日に砲兵大将に昇進した。この頃、防御戦を表し、防御戦術研究の第一人者とみなされるようになった。1938年にブロンベルク非免事件が起きると、新たに陸軍総司令官となったバルターフォン。 ブラウヒッチュは、ヒトラーの指示でレイプを上級大将に昇進させると同時に、予備役に編入した。しかし早くも、同年7月には、ズデーテン危機を受けて、現役復帰して、第12軍司令官に任命され、ズデーテン新中に従事した。だが、その直後に、再び予備役に追いやられた。しかし緊迫する情勢を受けて1939年夏に、 再び現役復帰し、フランスとの国境に配備された C 軍集団司令官に任命された。この時レープは、ゲルト・フォン・ルイントシュテットに次ぐドイツ陸軍の最古参軍人であった。第二次世界大戦冒頭のポーランド侵攻作戦の最中、レープの C 軍集団は、西部戦線の連合国軍に対して、数的に劣勢だったが、連合軍は攻勢に出なかった。 翌1940年5月に始まる、西方電撃戦において、レープの C 軍集団は開戦後初めて構成に出て、マジの戦を突破した。フランス降伏後の7月19日、レープは多くの召喚と共に元帥に劣せられた。独ソ戦準備のためレープは、同年秋に、フランスからドレスデンに配置替えとなり、翌1941年初めに、 北方軍集団司令官に任命された。同年6月22日にバルバロッサ作戦が開始され、レープの北方軍集団は、バルト海沿岸の港湾都市を抑えつつ、レニングラードに向け進撃した。しかし同年冬になると、北方軍集団は指揮下の装甲集団を、モスクワ攻略を目指す、中央軍集団に譲らされる格好になり、レニングラードを包囲するのみで攻略は、 不可能になった。敬験なキリスト教徒だったレープは、この頃すでにナチスドイツが犯す蛮行やヒトラーの戦王に嫌気がさしており、ヒトラーに北方軍集団司令官解任を申し出ていた。1942年1月16日、レープは司令官を解任されて相当予備となり、以後軍務に就くことはなかった。国防軍最高司令部裁判に出廷した。 レープナチスに批判的だったものの、レープは1941年9月の65歳の誕生日にヒトラーから25万ライヒスマルクを貸しされている。1944年にはバイエルンで63万8000ライヒスマルクで小縁を購入しようとしたところ、これも貸しされた。1944年7月のヒトラー暗殺未遂事件の直後、レープは 他の多くの召喚同様、保身のためヒトラーに忠誠を誓う精子を差し出している。1945年5月、レープはアメリカ軍の捕虜となった。1948年にニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判においてレープは、懲役3年の判決を受けたが、捕虜となって、すでに3年が過ぎていたため釈放された。 レープに対する判決は間違った証拠書類に基づくものだったが、今日に至るまで修正されていない。戦後は1956年にフュッセンで死去するまで、マックス・ヨーゼフ勲章の受勲者団体の代表を務めていた。レープは登山を趣味としており、それが講じて山岳案内人の講習も受けた。レープの死の翌年、 故郷のランツベルクにその名を冠した兵舎が置かれ、ドイツ連邦軍の第八三岳砲兵連隊や中毒米軍により使用されていた。東西ドイツ再統一に伴うドイツ連邦軍改編で1992年に同連隊が廃止されると兵舎は廃止され用地はランツベルク市に移管された。跡地は工業用地として使用されたが、現在は団地になっている。 ありがとうございます。